皆様、三が日、たくさんビデオを出しまして、大変お騒がせしましたけれども、もうまだ正月の気分といいますか、まだ続いているといいますか、あのー、そのうちにですね、もう出しちゃおうということになりましてね、これも出しますと、もう一つ約束がね、皆さんとありましてね、それは何だったかといいますとね、このカノ同士については、もう文字についてなど、 60進法、この監視のシステムですね、カレンダーのシステム、それはもうお話してきましたけども、そもそもこの監視、干支、まあ、2つの言い方ありますけどね、そのですね、起源、何だったのか、もともと何から発想されてこういうものが生まれてきたのか、もしくはですね、監視、干支という言葉自体ですよね、これ、何の意味なのかとかですね、まあ、それも両方はセットなんですけども。 これをですねやろうということ急遽なりましてねもうまだちょっと江とについて話してなかったということでですねあの足りなかったということで見ていきたいと思いますこの狩野通し先ほど見ましたけれどもこの文字がですねもうちょっといろいろ見てたらですねもう2千三二2 0 0年前ですねほどのですねリア神刊というあのところにもですねこういうふうにちゃんとね あのー、33年4月5日のと牛とがあるんですよね、これはあの日付として書いてあるし、こ,れでまあこの木の板にですねもう文字が書いてあると、これ、清の時代の実際の肉質ですけどもね、それを綺麗にしてきたんですけども、これで面白くて、同じところでですね、あの千両のですねこれは地名ですね、この千両県東西軍というあの湖南省のです、ね、地名なんですけど、リアーチンね、今の。 地名と昔の地名ですけど、新の時代の。これで、郵便でですね届けてくれということが書いてあって、でどうでこれ地名ですよね。そういうですね、ニフラーまでの出てきちゃって、もうこれはもう語り出しだと,とかあんまり長くやっちゃだめですけどね、サービスしてますとね、もう当時のもう天書と霊書の間でですね、こういったね、水がまだこんな感じになってるしね、それで同じ時期のですね、 あのー、新院っいう、新の時代の陰ではですね、この山髄の水がですね、水みたいなものと点になってる、我々が使ってる、点々点、三髄になってるものと同じであったりですね、これも突っ込みところはたくさんあるんですけども、まあ、かの通しがね、使われたということでね、あのー、この辺にしておきたいんですけども。これで、この次行きますとね、これはね、春秋、あのー、国領伝と言うんですけどね、紀元前のもう、要するに戦国時代より前の、 春秋時代と言いますけれども、もう紀元前660年頃のですね、やっぱり日付でも加納投資があるんだということでですね、たくさん加納投資サービスということで出しちゃいますけれどもね、これもね、ものすごく貴重でね、敦煌の写経言ってですね、敦煌でですね、もういっぱい出ちゃったと、洞窟の中からですね。それでもうこれは6 6十三だから、もう今から1400年も前のですね、もう肉質でも出ちゃってるということで、その中にも。 まあ春秋経自体はですね、も,うもっともっと古いもう紀元前、ここからここまではもう結局、まあ、1200年もありますけどね、ずっとその間はどう伝わってきたのか、木簡やもう、紙が言われない前ですけども、ですけどもまあ、これもツッコミ横あるんですけども、可能ぞうしとはありますけどこれ、は今のところはここはもう、イントロダクションということでですね、これから実際にじゃあ、実感人誌見ていいいきたいと思いますそれではですね、 ここを見てまいりますとね、出てまいりましたと、我々の馴染みの実感十二子と、これは皇帝の愛嬌にあるんですけど、実はですね、この実感十二子という言葉は、式ではですね、これは柴瀬の式で観音じゃないものですけど、もう少し前のところではですね、十まあこ五、同じぐらいかな、ですけども十五十二子とも言ってましたしね、それと先ほど見ましたらですね、あの春秋経のですね、姉妹編ということで、紀元前600年と。 そののぐらいの戦国時代の前の新宗教の,あの時代をですね、十日というのは、まあ、充実、十二神というふうに言ってたんですよね。で、しかもですね、これは、漢の時代であるけれども、あの少し前のいろんな知識をまとめた江南寺にはですね、月はですね、作業を十二神に従うと。で、高田内教。これですね、これは日、は日にはですね、十二神があると。今度はですね、 十日十二支に2つありますけどもね、これをあの分けてあの考えていきたいと思うんですよ。ちなみにですね、この十感十二支とありますけどもね、この間という字は、これね、幹という字をね、あの意味してるんじゃないかと。それで十支の方、死という字にですね、皆は木をね、加えていただければ、左にですね、枝ということ。 ということだから、これは、ね、今でも、旧時代体と新時代体の関係で中国ではですね、あの反対時、寒帯時というんですけども、簡単になってしまった寒体時の方ではですね、幹と枝ということで考えていたり、母と子で考えていたりしてたんですけども、実はですね、このもっともっと古いもう戦国時代まで遡りうるものであれば、充実十二神ということで、ですね、この神、たつという字がどういうものだったのかというのをちょっとね、見てみたいなと思います。よね。 それで、この立つ、真という字はですね、もともともう結論が言っちゃうとですね、石でできたんですね、農具だと <laughs>、好き。で、このジョクという字、恥という字もこういう形で、これはこう、工作するという、あの高すのこうとね、こっち側一緒ですね。農業の脳、まあ、もっと難しい形はこういう形でも、この農業の農と、関係あるんだと、全部ね、この部品が入ってますからね。 ということでですね、見てまいりますとね、ここまで文化して、今書いてありますと、石とです、ね、手で取る形、これ取るという字ですよね。執筆というと、筆を取ると、取ると、物をつかむという、まあこれ、つかんでる形してるんですけどね、これはね、あのー、いう意味になってもあるんですけども、これで昔の学者はこれはね、真という字はね、実はね、ハマグリハマグリなんです、これ。ハマグリのね、この真を、やっぱこの虫をね、伴ってますけどね。虫というのはちっこい動い,動いてるよね もうですしかも江南寺の中にこのハマグリの貝殻でですねあの要するに耕したからこの月のことをですねこれですねこの文字なんじゃないかなという考え方もあったんですけども最近ですねここでちょっとね面白いことがありましてねもう最近もういろんなところで中国でいろんなものが出ておるんですけども発掘された中にですね これは法廷うかというのが微妙なところであっていろんな学者がね一定しないところもあるけれども山西省というところで出たここの遺跡はですね花王朝の中国のですね院よりも前の時代の,あのもう歴史書には書いてあるけど全然実在性がわからないというですねあの行というですね、あの伝説的な王様をはめめ花王朝がの遺跡じゃないかとかいう人もいるところからですね そうこういうね、農具が出てきたんですよ。そこにですね、彫られたものをです、ね、アップしてみるとね、この形してるんだと。これは文字なんじゃないかということを、ね、考えていったんです。そうすると、この形見たときにですね、この農具にですね、石器ですよね、に、あのー、刻まれたこの形。これ文字学者はね、こういうの見ちゃうとね、あれなんですよね。これなんていう文字なんだってね、もう頭の中にね、辞書が入ってたということで、いろんなことをね、もう見てみますとですね、やっぱりこの真という字のですね、 金文や甲骨文をね、挙げてまいりましたよね。これにやっぱり近いんじゃないかということ。特にこれなんかですね。近いということでですね。でしかもですね、ここの部分ですよね。この、あのー、三日月みたいなですね。こういう形ですよね。ここにも、これあるんじゃないかと。これはですね、石っていう字のね、甲骨文字、こういう形でと。こういう形、こういう形。でこ,れこれはあのー 口がついてるのは、器物という意味であるときに、品川の品とかですね、器、ま、の、あ、器物の木という字もそうですね、口口口口と。これはあのそういったものという意味で加えなんじゃないかなと。でもこっち側のこれなんだと。これをやっぱり言ってみれば、こういう農具こう、これ今ここにある形の、この石でできたこれ,これを意味したんじゃないかということを考えられたりして、じゃあこっち側はなんだと。伸びてる、びきょんと伸びてるものはですね、手でですね柄をつけてですね、 あのこれをつけてたんじゃないかと、この歯ですよね。石でできた。ということじゃないかなともう考えられたりしてですね、これは立つというのはですね、石犬農具の隙とかクワとかそういうものですよね、をかたどってんじゃないかということでですね、あの考えると、これなんかすごいね、この間いっぱい見ましたよね、あの長男みたいな <laughs> あの絵がついてると。うんこ,れはうん、これなんかもうそう言われてみればそう見えるなと。 い,い感じですねしかも、脳という字ですね。農業の脳。これ使うわけですよね。桑とか、あのー、そういったきとかをですね。これ見ますとね、ここに、この部品と、この部品、ここの部分と。で、これはですね、木とか草とかですね、林みたいになってる、これ木ですよね、これは。木の、これ、手がついてる。しかも、ここに、おお、ここの、この絵のところに手までついてる。これ見ましたよね、この間もね、手だと。 あの、前のビデオ見ていただければ、あの、宣伝になってしまいますけど。で、ね、あの、あ、もう一個言ってみますとね、あの、上に一本ね、棒があるっていうのもね、これもね、あの、増やされてますけどね。まあ、これも、あの、地面に突き刺すんじゃないかとか、地面を意味してんじゃないかとかですね、あの、考えられるし。ということで、これ全体的に言えば、あ林ある、あー地面を開墾すると開拓者みたいなね、感じですよね。で、これで、 農業をやってたのかということでですねああこの「新」といは字は、まあ、もちろんこの下にも今でも解消でもありますけどもあの毎日は使わないけどもよく使うのこれありますとこの部品がですねということでさらに高骨文字見てみますとここにもね出てましてねここにねやっぱり、あのー、道具なんですこれはね好きこれで林とか地面を耕すということでですねやっぱりそのような文明に使われてると。 いうことを考えていきますと、歴、暦というのはですねあの、農業と関係あると。今でもです、ね、旧暦、新暦といいますけれども、中国人はですね台、台湾も香港もそうですけれども、みんなあの、漢字圏ではあの、農暦というんですよね、旧暦のことを。新暦に対して農暦という言葉を、ね、よく使うんですけど、やっぱり歴はね、農業と関係しているということが分かってきたということなんですよね。 そして今お話してきたようにですねこういった次元が分からないようなものもですねこういった現物のなんかいろんな、あのー、考古学的に発掘されて異物によってです、ね、いろいろ解明されていくということですね面白いことで,ですねこれは交渉学と言いますけれどもねあの物事を交渉するときにはですね交渉学者たちはですねこれも漢の時代の学者のもっとと言いますか、あのー、すごい大切な言葉でですね私も大事にしてるんですよね。 アルシニカもこういうモットーなんですけどもね、実時給税ということでね、本物の、ね、ものをね見ながら分析をしてですね考えるんだと、あのー、いろんな問題についてですね、文献資料とですねこれは文献学に関係ある伝性資料と言いますか、ね、世の中に伝わっている資料ということと出てきた、土から、ね、出てきたと。 出土した資料と、考古学のあれですけどね、範疇ですけどそれ全部複合的に考えましょうということで、ですね二重論書法という言、ね、葉があって、これは何がかというと、伝説資料とですね、文字で書かれた、今までずっと知ってたみんなの歴史書とか、こういったものですね、と、あとは出土してきた考古通勤文とか、こういった監督とか、白書とか書かれたものが、文字資料が出てきたということ、それを合わせて考えましょうという考えた、だから二重なんですよ、二重で論書をすると。 いうことでそれとあと三0というのもあってです、ね、これは小文字資料ということで,です、ね、こういった出てきたものと一緒に含めて考えていけたと思いましたところで,です、ね、先ほど二重論証法三重論証とありましたけれども特に三重論証法の方で文字資料ということ出土したです、ね、その中から、ね、もう分かってくる面白いこととして一つで私もすごい興味を持っていることがありましてね この、例えば、司教とか、春秋とかですね、先ほどがずっと出てます、古い歴史書こういった中にはですね、日食なんか書いてあったりですね、例えば、また、甲骨文の中にはですね、超新星がですね、ドカーンとですね、星がですね、パカーンと来たということがですね、 あの明るくなっちゃって、もうびっくりしちゃったんだということでですね、これを交互分に刻んでありましてね、こういうのが残っていたりしてですね、それがですね、しかも、火とかと書いたのは、これもですね、あのー、星座なんですけどね、でこの星座、紳士君にという星座で、これがですね、あのー、今の言葉でいうとこういった形。 そのですね、近くにね、出たんですよと、そこまでね、丁寧に書いてあってくださいますと、ですね、そうすると、長寿で爆発、ものすごく珍しい現象でして、もう何千年とかですね、もう本当に珍しいんですからね、月食っていうのは結構ね、これは結構よくね、ありますよね。でも、ね、やっぱり日月飲食とか結構珍しい、もう,もう太陽も月もですね、食、あのー、してしまうと、小さくなっちゃうと <laughs> いうことですね。そういったこともも、起きて、でしかも 今でもね、日食、月食ですけども、もう高校図文の中では、ね、食べるという字を使ってですね、見てみましょう。これですかね、これ、食器,食器の形をしてるんですけどね、こういった形であの日食とか月食をもう書いていたと、この食っていうのは、これは音が近いからね、仮なんでしょうね。ということでですね、こういった天文記事からですね、天文学者が一生懸命計算しますと、ですね、日付が分かってきちゃうということで、これもすごい歴史を。 考えていく上で,です、ね、重要なタイムラインをね提供してくれるという面白い話題でありましで実はですねこの日付ちょっと小さく書いてあるのはですねあのいろんな天文学者が計算した結果にどっちを取るのかっていうのでいろいろと諸説あったりしてですねまあ,あのこういう説が一番有力かなっていうことでね、まあ、ちょっと小さく控えめに書いておきました。 そしてですね、先ほど、実感と、これは、10時と、10の日ということでしたけれども、この実感をちょっと見てみますとですね、我々、の1ヶ月をですね、よくみんな、上旬、中旬、下旬と言いますよね、よく、あのー、のと月の中を3分割してですね、これはですね、実はですね、院の時代にはですね、10、10日で、をセットにして、旬、あのー、と、 これは巡るっていう意味なんですけどもね、一つのその単位、日付の単位としてですね、あの、巡ってたということでですね、こういうことだったわけなんですよ。で、それに対して、あの、甲骨文の時代からですね、甲骨平定ということがですね、これ、我々は、これを今使ってますね、真ということ。で、これをですね、ちなみに我々、カノと、カノとって言ってましたよね、かのと。これなんでカのトなんだっていうのはですね、 実はこれ戦国時代ぐらいになって、ね、もっと後なんですけどね、陰よりも。この時に五行説がありまして、でそれも五行説が5個あるもんで、10人のためには陰と陽でですね、2倍と 5×2 で10になったということなんです。五行説の中には、ですね、木ですよね、これは木。これは火ですよね。土ですよね。蚊ですよね。金の蚊。で、水ですよね。だからこれと、あとは兄弟に当てて陰陽ですね。陰陽をですね でこれは、あの、かのえとカのトです。エトですよね。えとはトなんですよ。兄がエで、弟はとと。で、考えで、かのとというのは、金のか,かの弟、となんですよね。だから、今はですね、かのとのその,あの語源、日本語においてですけどね、これはね。で中国人はこういった、あのこれをモクとか、かとかですねあの、お読みしたわけですけども、日本語で言えば。 こういった形で五行と兄弟で引用で当てて実感にしたと。あの数言とかで,ですね、こういったもう戦国時代とぐらいにあの引用五行説がもう大はやりしましてね、引用五行説。それで後で説明後付けになったと。でも、えととかなんで可能となのかということはこれで説明がついたと思うんですよね。ですからですね。 この、聖のですね、あの、すえさんなんかはですね、この、五徳く終説と、これは戦国時代ですよね。戦国時代のもう大体中盤かな。そうすると、紀元前の3世紀か、まあ、2300年ぐらい前と、まあこれは結構ね、最近ね、できた説だということになってましてね、もう、もっと前の方をですね、見ていきたいと思うんですよね。 そうすると、この横にあるこのセホンという本にはです、ね、これ、ね、イがつながる、要するに王様の家系をですね、示した部分があって、ですね、陰のですね、も,うもっともっと前の、もう戦国より前の、春秋より前の聖州。 衆より前の陰のですね、その陰の、我々が甲骨文字で知られる歴史よりも,もっと前、陰というのは何回か遷都してましてね、一番最後の都で出た甲骨文字、甲骨文しかですね、なかなか出てこないんですけども、その一番最初のところ、陰の一番最初のところをですね、章と、章は陰ですね、ふずるということで書いてあってで、そこのところの系譜を見るとですね、陰の王様のもうずっと前の先祖、ご先祖様たちの名前はですね、こう 帝とかですね、全部こういった形でこの実感で使われる文字が使われてたということなんです。これ <laughs> みんな。それで最後の「おつ」「いつ」これはですね「天一これは正統統王と言われるですね。もう陰の王朝の始祖なんですね。一番有名な統王ですけれども儒教の人たちがみんな尊敬する統王ですその古い先祖を祀った何て言いますかね。骨 刻まれてるんですけどこう,こうってあるしでこうの、ね、こうの形でありますしねで大体こういった院のこれ言ってみれば末期との金文青銅器上にい込まれた文字にはですねこういった全部やっぱりこうこの実感で使われる文字がですね使われてこれ全部先祖の名前であったりですねあるということなんですよそれでですねこういった形でですね 小の王の系風、小というのは陰ですからね。まあ、私どっちかというと、中国に合わせて、この陰ではなくて日本で言うと小というんですけども、というのは先ほど見ましたように、鉱骨文においてもですね、あの自分たちは、陰の人たちは自分たちを小と呼んでましたから。これで、こういった鉱骨文の資料であるとか、式とか、式を書くときに使った、こういった資料ですよね。 に基づいてですね、系譜知られてたんです。もん鉱骨文の上でもちゃんと系譜がですね、書いてあると。じゃなんで書いてあるかと言いますと、もっと前の先祖をですね、祀る順番をですね、鉱骨文の上にあの刻んであったんですね。そうすると、この銃がセットになってですね、このね、甲おつ、平定と、全部それ使う、実感で使う文字がありますよね。ここに全部、あの、出てくるんですけども。で、しかも台とですね、一緒に、その横のところに、 こここに書いてあるここにこれはあの去年でしたけどもね、絵でしたけどね、今年可能と。これで、十子と、死というのはですね、これは十人,十人の先祖という意味ですから、祖先のうことですから、これ見ますと、10日ずっとその祖先を祭り続けたと、それが3周してますよね、しかもね、これで3つ出てきてるということで、こういった日付を表すために、先祖の名前からですね、 これそれを日付を表すというあのことになった。それで実感が生まれたんじゃないかと。自由実と書いてありましたけども、10か <laughs> と言いますけど、ね、他には読み方ですよ。ここはちょっとサービスで出してきたんですけどね、この1作品という研究者が、ね、口語図文字を一生懸命読んだら、ですね、式とかの系譜とです、ね、おっ、ちゃんと一致してるんだということで、それをでもやっぱりちょっと修正しなきゃいけないところもあったりして、それをきちっとね、まとめてくれた表がありまして、ね、出しておきましたと。実感。 インドの,こ、ねのあのー、中で祭祀してた先祖を祀ってた順番でそれが日にち先祖の名前が日にちになったんじゃないかということで言いましたけれども今度はですね十二支の方を見てみましょうということで,ですね用意してまいりましたこれで我々がよく知ってるね詞と並んでますけれどもこれは動物で、ね、例えると聖書というのを見られましてね 前回はあの文章の方をね、生の文章を出しましたけど、今度はですね、あのー、ここに書いてある内容だけね、動物のその順番をですね、並べて、あの、置きましたと。こうしてみたらですね、面白いことが分かったんですね。一つ。この水骨神官と高下派官官。これ真の時代の監督、木官痴官とか、官の時代の木官痴官。これですね、ほとんどね、これはね、似てるんですね。これ、同系統だと言えるんですね。これで、もう一つ。 ホマタンと論光、王獣の論コと。これを我々使っているネウストラなんですけれども、それをですね、見ますとですね、似てるんです。非常に、ここだけはちょっと違うと。でもこれはね、鳥が2回出てきてるからね、書き間違いの可能性がある。ですからね、こういったね、かあのー、監督の書いてある内容というのは、まあ、完全に信用していけないと。人間が書くものだから、ね、書き間違いしちゃうこともあると。鳥が2個出てるのおかしいということで、まあ、これ、ヘビーと当たるんじゃないかと。で、タツのところですね、竜は虫と。 あと赤で解いた以外のところは一致しているということで,ですね。2系統があったとこれ面白いことにこの2つはですね、時代違うけれども時代違うってても芯が短かったものですからね。まあすぐに菅になっちゃいますけど水濃地と甲賀波はあの湖南省であの近いんですでホーマタンとこれはですね、菅粛省ですね。この間見ましたけれどもこれ結構西の方なんですけどもそれで見てみますとこれが同系統だと言えるんですけども まあほとんど、真の時代には、ここちょっと違うけども、固まってたということで、じゃあ、そもそもこのこれらの動物っていうのはですね、今我々ネウシトラウたスみと、ね、もう甘くなり式に覚えてますけど、暗記してましたけど、もともとこれ、どこから来たのかってちょっとね、思ってしまいましたね、いくつかの方法で私ね、少し考えてみました。この、中という字と、牛ですよね、我々の牛さん。 これ,これも後で読みますけども中この2つがですね、じゃあもう紀元前のですね漢字、言ってみれば陰とか修とか戦国春秋ありますけれども、秦とか漢ぐらいまでですね、紀元前の漢語、あの中国にいた人たちの先祖たちがなどういう言葉をしゃべってたのかと、今の中国語の祖先ですけれども。ということをですね、この定調商法とかですね、 あのハンさんとこの前言いましたけどハン・ゴウンさんとかですね、バックスターウィリアム・バックスターさんのは、これはアメリカ人ですよね。とあと、ローラン・サガールですから、これフランス人と、こういう学者たちがですね、もう2人ともコンビでですね、だいたいこれは中国人のコンビと、米普通のですね、仲良く研究しましてですね、あの音をですね、あの再構築してたということで、ここに2つの結果が書いてあると。それを見ますとね、牛、チ中の方、あの、実 十二子の宙の方はですね、ぬるって発音になってるし、ぬる、ぬるって発音になってる。で、これが牛さん、あのー、動物牛さんの方ですね。これはあのー、言ってみれば NG みたいなですね、ヨ音ですからね、にょみたいな、にょです、ね、音だったということで、これ似てるんじゃないかと思ったんですよね。 それで、これ、ここに書いてあるのは、上院というのはですね、熟語の漢字を作るときもそうですけどもね、中国語の音には頭の部分とあのお尻の部分がありましてね、その前の方が一緒なのか、後の方が一緒で、陰を踏んでるということで、これ、畳むとかあの重なるということですけどもね、そういったようなですね、この音を見ると、最後のお尻の部分が似てるのかなとかですね、 中高音になりますともう IU で IU で一緒だと後ろも前はちょっと違いになってますよね「チェ」って音と「ぬ」って音と違うけれども,も後ろが一緒で,で声でくんです要するに声が音が通じてるからあのこうなったのかなとか考えてみたんですねでもそうするとですね今度は「ねうし」と「うたつみ」と全部獣子全部についてですねこの 考えが当てはまるのかどうかっていう見ますとね、今書いてありませんけどもね、全然ダメだったんだということですね。もう今年は牛年だからですね、たまたまラッキーでですね、もう大変幸運にですね、説明できちゃったと。あこれだけでハッピーと言いたいところだけれども、あ、ダメだったということでですね、また違うことを、ね、言うね、考え方もありましてね、このナーゴケっていうのは、これ結局オーストラリジアで、あのー、要するに、 あのー、これは、一個前でしたね、出しました。三日目の動画でお話しましたけれども。 あの時は辛いという字をやってましたね、シその時にも出てまいりましたけども、南の方でですね、言ってみればこれ、越後し、越も出てきましたね、この間ね、このね、これのね、このは越っていうのがすごいね、範囲が広くてですね、こちら今、あのベトナム語と越なんて言いますからね、ベトナム語のですね、祖先は、うん、こういう音だった、クーって音だった、あー、モンクメールモ、モンクメール、クメール人、これはあれですよね、あのベトナムのちょっと内陸に入ったカンボジアかな。 うん、今で、言うとであっちの南の方のでのね言葉から、看護がです、ね、借りたいんじゃないかと、この,あの牛,牛って味たんですよ、これみんなね。っていう考える人もいるし、でもこれも、ね、うまくいかないんですよ、十二時で、うん、困ったーと思って。で、今度はです、ね、これ最高にもう、調べて、ちょっとおもくなっちゃったから、ちょっと紹介しますとね、最近の研究ではですね、こういった上光音といって、 この紀元前の漢字,で漢字もしくは漢語の音が分、ね、かってきたらです、ね、このインドヨーロッパ語族という,です、ね、もう英語も入りますし、ラテン語もギリシャ語もうんとあとはあのイラン語、ペルシャ語あとはトカラ語というです、ね、中国の最近にあった言葉とかです、ね、あとはあのインドにありましたサンスクリット語とか。 これ全部あっちの日も西側の方の勢力があってその言葉で家畜のことをですね、ゴースっていう風に言っててこれはもう英語のキャオってあの牛とねあの起源でもあるんですけどもこれに遡るんですけどもこの言葉から借りてはですねじゃないかと昔の中国やチベットの,ですねその言ってみれば東の人たちが接触をしてですね あの借りたというような、ね、牛,牛ということはですねいうような、最近はもうね、もっとですね、古い時代にもっと大きな関わり合いと言いますか、あの人間のもうユーラシア大陸がですね、人間が行き来してですね、すごいみんな、思った以上に、我々が思った以上に古代人たちはたくさんね、仲良くやってたと。 いうことですね陰陽語族と、もう全然かか、か英語の,英語の <laughs> 期限もそうもう一番この人たちがすもう西へ西へ行ったのが、まあ、イングランドとかですからね、うん。で、一番東側っていうのはトカラ語っていって、いってみれば佐伯の方、中国の佐伯の方まで来てる。で、あのサンスクリット語はインドまで来てるということで、このせめぎ合いの中でですね、非常にいろんな、ね、言葉をね、 昔の人たち借りたいんじゃないかっていうのはそういう研究もいろいろ進んでて面白いんですけど、ホットなんですけどね、今。で、そういった方から行きますと、こうやって語源を調べると面白くてですね、このグオーツから、ムジェムジェこの音が、はい、来てんじゃないかとかね、そういう、ね、あの研究もありましてねあの、面白かったということですけど、でもこれでもねうまくいかないということでですね、 あー入ったなと思ったんですけどやっぱり結構ね、昔の人がユーラシアで全体で関わってたということでこの十二子の動物もう一個私考えたわけなんですよ、ここで。これはですね、十二子がですね、別に動物じゃなくてもよかったわけですよね、植物だって花の名前だってよかったし別に全然関係ないものだってよかったと。あのなのに動物でやっぱり例えてるしあまりにもですね、あのー、ここに書いてあるエジプト。 あのー、エジプト、これ、ラテン語で書いちゃいましたけど、1日目で話してあげましたけども、あのー、失礼しました。2日目でしたけれども、バビロニアと、やっぱり60神数なんかがそこから来てるんじゃないかとかですね、話しましたけどね、このエジプトのですね、この12神もありましてね、これはやっぱりバビロニアともすごい近かったし、あのー、関係してるんですけども、そういったものを見るとですね、猫、 これ、しかもヒエログリフまで私、全部ね、ご丁寧にね、<laughs> 帰ってきました。本当に猫。それで、あのちなみにあの、コプト語という、ね、エジプトには言葉がありますけどね、シャンポリオンという天才的な、ね、言語学者がですね、このヒエログリフを解読しようとしたときにですねこの、古代エジプトの言葉をね、ずっと喋り続けた子孫がいたと。 いうことでそれがね、あのー、コフト教会っていいまして今いっぱいもうイスラム教徒がいる中でもうキリスト教徒で頑張ってるね小さいあのエジプトで頑張ってる生徒がいるんですけどその人たちがずっと喋り続けてきてくれた古代エジプトの言葉アラビア語も跳ねつけて、あのー、ギリシャ語もヘレニズムの時代に来たけれどもうんっつってそれで今度ローマも来たけれどもずっと喋り続けてくれたっていうことで,ですねこのコフト時代の言葉からずっとこの見ますとこの猫は みやおだから、これ、みやおから多分ね、猫、鳴き声から来てるかもしれないけれども、そいうふうに、あの、全部書いておきましたけれども、これで、言いますと、猫。これはね、公開しちでういいんじゃないかと。猫はね、ネズミをね、食うからね、あの、猫だと、猫とネズミ。ちなみに、上皇看護、出ましたね。先ほどあった、もう、紀元前の古いね、中国語でもね、ムルーっていうんですよね。これで、この、この部分の、 あのー、猫の作りの部分の部分だけで「むらよ」っていう音ですしそうするとねこれもやっぱりね「ミャオから来てる可能性があるとねあの猫の鳴き声オノマトペって言いますけどね犠牲語から来てるということでも考えられたりまあそれは話ずれしすぎましたけどもねでも古い文献を見ますとね掃除,には掃除というものかなこの場合は文献ですから宗児にはですね猫がですねこれ猫って意味だというふうに注釈があるんですけどね 野猫だということ。で、ネズミを捕らえるということだから、まあ、猫はネズミと入れ替えるのもまあ悪くないかなということ。それとあと、犬ですよね。犬いますよね。それとあと、ヘビちゃんとヘビいますし、これはね、スカラメって言ってね、ふんころがし虫だよね、ジプトのね、いますけど、これはね、虫と、まあうん、読み替えられるかなと。で、これはあのー、あれがロバさんか。 ロまあ、これは馬編でもあるし、ロバートまあ馬は馬にも、まあうん、読み替えかなっていうこと。で、獅子、ね。ライオンはまあ虎に読み替えられるかなという。で、ヤギさんはまあこれは羊と読み替えられるかな。えっ、ー、と、お牛か、これは。それは牛。うん、それでタカ、鷹。 あまあ、タカワもね、困っちゃったということでね、まあそうすると全部この中で当たるものを見ると、まあウサギとタカアウサギをね、捕らえるとかいうことですね、まあそうだったりとか、サル、いい、オーケーと言いますねと。で、サギはまあ鳥かなということで、で、これはワニですよね。まあナイルがいっぱいワニがいるから、ていうことであの、まあ理由ということですね。まあいくつか読み替えはしてるけれども、結構ね、あのー、当たってると。 要するに、この十二種とですね、結構ね、内容的には、まあ、ちょっと読み替えとしては、猫がネズミ食うからとかね、あの鷹がですね、うさぎをっていうところ、あれかもしれないけれども、まあ、この豚というのはね、どうもね、エジプトの中ではうん結びつかないけれども、もう結構ね、説明がついたということで、やっぱり何かしらのね、関わりっていうのはね、あった可能性はあるんじゃないかと考えられるとかなりこれ当たってると、そもそも、もしくはですね、あのこういったね、動物で、 この十二を例えると。これもともと星座とかあとは月の十二という概念ですね今まで考えてまいりましたけれどもそういった抽象的な概念に対して動物を当てるというアイディアそのものだってなんで植物だっていいじゃないか木の名前だっていいじゃないかなんで動物なんだって読ったらやっぱり相当共通性があるということでこういったもっとですね あのユーラシア大陸全体をですね見ながら昔の人たちが関わり合ったということを考えてもいいんじゃないかということで出してまいりましたとそれで面白いことにこ,のこちらはですねバビロニアにあった石にもこういう動物さんたちが、ね、サソリもいるしあのカメもいるしということで現れてきてるしこっちはですね、まあ、きあのこっちの真ん中にはエジプトの十二支こっちには あーローマとかギリシャとかローマに伝わって12結構古も共通性あるんですけどそういったものを刻んだ大理石が出ていたり石板が出ていたりですねこういったことであの資料もあったりして,てですねそう見てみますと60という概念もそうだったし十二支という概念に関してもですねかなり西方由来西から来たんじゃないかということもね検討していってもいいんじゃないかということでですねあの出してまいりましたこれでですねあのえっと 実感十二支と漢視このことについてですねもう全体がうまくまとまる形でお話できたと思いますそれでですね一つ思い出したんですけどもこのえとという言葉ありますよねこれはですね先ほど見ました実感の中のその五行にかけた陰陽の中の陰と陽をかけましたというとこの兄弟をえ兄の方えで弟を と,と言って分けてあの考えましたけどもそのえー、と兄弟のことそこからですね全体に広がってその言ってみれば意味がふえされたというかあの広がったということで全体実感十二子自体を言うようになったしよく十二子とも言いますしねみんなねそうすると大体この十二だけじゃなくてまあ実感十二子と。 いうまあ、逆に実感順子実感順子って全部正式名称で言う人っていうのは少ないんじゃないかなと思いますけれども、まあ、監視でも言いますね。あと、中国人は天観地心といって、天と地に分けて、ですねこの実感の部分を天ということで、こっちを地ということで、天観地心ということも言うんですけれども、まあ、どっちにしてもです、ね、この,あの幹と枝とか、母と子とか。 えーと日と真とか、真、まあ、というのはこれも明示して言ってなかったかもしれませんけど、能力と関係してこれが12月とか、月ですね、月が作業を12日に従うってここに言ってましたから、これ読み上げましたけれども、これまあ日月ということですねあの、そういったような対応関係というか、あの対象関係と言いますね。あの日月母と子 枝と幹とか天と地で考えてましたけどこの2つの概念もうまくですねあのそれぞれ考えられてこれたと思います。という感じでですね一つ一つの概念について丁寧にですね関係する資料やアイディアというものをね見てまいれたと思うんですね。で今回も、まあ、一個一個の要素に分析してですね考えていこうということですね。ここで例えば あ分析、アナライズって言葉ありますけどね、これはもうあのギリシャ語であのアナリシスと言いますけども、これはアナがですね、完全にですね、リュシスがですね、分けるって意味なんですよね。それで成り立ってますので、分析というのはもう全部ね分けるんだということで、いやまあ、漢字も分析全部分けるって意味ですから、ね、文も咳もあとは解も咳もですね分けるっていうことでもう一個一個分けて考えてきたと思います。ということで、今回も正月、 から始まりまして、元日えー、2日,日、三日、3。寒日プラスアルファで本日もでですね。もう見てくださって本当ありがとうございました。もう今回、今年からちょっと暴れすぎたのかもしれません。けれどもね。もう本当にこんな感じで、もうは普段の自然体な感じでまあ、やって参りたいと思いますね。今年もですね。皆さんもあのお茶を片手にですね。肩の力が抜けながら。 でも頭だけ働かせていただいてですねあの皆さん楽しんでいただければあの知的なですね、好奇心をです、ね、大切に生きてまいりたいと思いますどうも皆様今回はありがとうございましたそういうわけでこのチャンネルですねそういったあのちょっと面白いこと今後ともやってまいりたいと思いますのでチャンネル登録などしていただけますので、ね、少しずつ 仲間が増えてきたような感じでですね、私ももうどんどんさらにあの暴れられると思います。暴れるというのはあのー、さらに知的好奇心がね、炸裂しますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。